はいどうも、三、えー、3回目もカチカチ兼右手しか友達いない系ボクサー、長牧です。五、えー、5月に井上直也とフルトンの試合がやるじゃないですか。でもね、これも、あの、ネットではすごい盛り上がってるんですけども、えー、井上直也が今まで、えー、試合とスパーリングしてきた選手の中で、えー、より、よりフルトンにスタイルが似てるのは誰かってこう、 頭の中でざっと考えたときに、中川麦茶なんじゃないかなと。一番フルトンに似てるスタイルで、井上直也と拳を交めたボクサーが、中川麦茶なんじゃないかなっていう結論に至って、これは実はあの、コメント欄から拾ってるんですけど、コメント欄にそういうコメントがあって、あ、まあ、確かにそうだなと。いうので今喋ってます。で、えー、井上直也とスパーリングしたのはね、もう結構、 前になるんですけどあのー、当時ね、えー、井上拓磨と自分がスパーリングをしたんですよねでそのスパーリングをしてその同じ日に同、えー、門のスーパーバンダム級の小國が、えー、井上尚弥とスパーリングをするで僕は弟とするっていう日があってで自分が最初やってでその後に お国のスパーを間近で見てたんだけけどもう2階級違うわけよ井上尚弥はスーパーフライで、えー、当時ねスーパーフライで小国がスーパーバンタムで体重もおそらく小国の方が上なんだろうだと思うんだけど井上尚弥が小、まあ、国もすごい頑張ってたけどね頑張ってたんだけど2階級上の世界チャンピオンがすごい頑張ってたんだけどやっぱり井上尚弥がこう圧倒して。 してたんでスパーで。試合だったらこう何回ダウン取ってんだろうなっていうようなあのスパー内容だったんですね。で、それを俺間近で見て結構度肝抜かれたんだよね。あの、ジムでその当時小国がスパーでやられるってことがまあなかったから、それを間近で見て、しかも2階級下の選手なわけじゃん。お マジかっていうので、あの、その日から、えー、いろいろこう噂とかを調べてみたりとかしたんだけど、井上直也について、スパーリングがどうかっていうね。でもう、同じ階級の選手ではもうまず相手にならないと。同じ階級の選手はもう、あの、相手に、 ならなすぎて、もう倒れて、1ラウンド、2ラウンドで終わって帰らされてると。問題は上の階級の選手なんだけど、その上の階級の選手も、ネットの情報によると、えー、スーパーフェザーだから当時4階級上、4階級上の、えー、東洋チャンピオン、東洋チャンピオン、アジアチャンピオンが、井上直也が打ったボディを、右ひ左ボディだね、左ボディを右肘で、えブロックしました。 普通にブロックしたら、えー、その腕が、えー、砕けて腕が上がらなくなってしまって、えー、スパーが中心になったっていうっていう情報があってヤバくないブロックしした肘が粉砕されてしまうんですよってことはブロックできないじゃんって話になってくるじゃんしかも4階級上ねもう階級関係ないですからもう。 ブロックができなかったら、ブロックができないってなると、もう全部避けるしかないわけじゃないですか。全部避けるしかないって中で、じゃあそんな、スピードのない選手だったら避けれるかもしれないけど、スピードのない選手でももう、ね、スパー、4ラウンドやったら4ラウンド通して一発ももらえないってまあ難しいから。でもその中で、トップクラスのスピードがあるわけでしょ。読めながらやって。スピードとタイミングを持ってるわけじゃん。それを、 ブロックもできなないってなると、どうしたらいいのって、どうしたらいいんだよ。でもまあ、あのー、同級生の小国がや目の前でやったから、俺もいつかスパーリングしてみたいなと思ってたんですよね。いつかタイミングがあれば。って思ってた時に、当時、ジムから普通に練習してたら、井上拓馬といついつにスパーリングし,なしませんかって話があって、 まあでも前回やってるし、まあまあでも,でも普通にいいですよって。大橋ジム行ってスパーリングすればいいんですね。別にいいですよ。ちょっと家から遠いけどいいですよって言ったら、アップしてる時に、井上なお、え、井上たく選手いたんだけど、なんかずっとストレッチしてるんですよね。これいつスパーリング始まるのかなって思ったら、井上直也選手がシャドウを始めたんですよ。 で、まあ、タクマ選手ずっとストレッチして、なんかスパーリングやる雰囲気ないけど、いつなのかなと思ったら、大橋会長から、あ、今日、ナオヤ4ラウンドでいいって言われて。あ、ナオヤなんだと思って。あ、タクマじゃないのでって。でもそれ、ちょっと俺が動揺した顔を見られると、ちょっとダサいから、あ、んまあ、あ、ナオヤなのねと思いながら、ああ、まあ4ラウンドで大丈夫です。 っていうふうに多分返したと思うんだけど、その時。で、まあ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 。でもそれね、後から聞いたらなんか、そういう人、俺だけじゃなかったらしくて、何人かいましたね。たくまって聞いて、で、実際、スパ、スパーする当日に行ってみたら、なおやだったみたいな、あるみたいですけど、まあまあまあ、それは別に、まあいいじゃないですか。多分それだけスパーリング相手に困ってたんでしょう。みんな断るから。うん。だから、 俺はもう動揺した顔を見せずにスパーリングしたんだけど、1ラウンド始まってね、えっ、ー、と、僕はもう、あの、当時から L 字ガードスタイルなんで、フルトンと同じ L 字ガードスタイルなんで、えー、ずっと L 字ガードでもう、最初のゴングが鳴ってからか、ま、L 字ガード構えでやったんだけど、1ラウンド始まって、まあ、どんなもんまずパンチどんなもんかなって思うじゃないですか。 でまずどんなもんかなっていうか、探り合いだな。探り合いしてくるボクサーがもう99%以上のボクサーが最初探り合いから入るんで。どんなもんかなと思ったら、えー、っと、カーンってなった瞬間に、いきなりワンツーが来たんですね。カーンってなった瞬間にいきなりワンツー打つボクサーってなかなかいないと思うんだけど、もう探り合いもなしんで。うん。いきなりチンコ突っ込むみたいなもんだから。いきなりカーンってなってワンツー来て、で、 まあ、とっさに自分はブロックしたんだけど、そこで、まず、え、なんだこれってなりましたね。あの、なんだろうな、とにかく硬い。うん。か、もう口で、口で言うのはこれ簡単なんだけど、実際体験してみるとこれわかんないもんなんだけど、硬い。うん。とにかく硬くて、重くて、硬さも周囲があって、こういうなんか、 こう、ちっちゃいものがこう当たってるなっていう、この鋭利に硬いのか、あの、大きいものがガンってこう当たる、うーん、面積が広いものがすごい当たってるなっていう感覚がある硬さと2種類あるんだけど、大体いい日本人のボクサーでパンチ硬いなって思うのって、 拳の、こう、局所的に当ててる。ここだったらこと、ここだったらこと、局所的にコンって当てて、この、この、すごい小さい範囲で硬いな、みたいな。小さい、ここに集約されてきて硬いな、みたいなのは、よくあるんですけど、すごい、こう、でかいものが、バーンってこう、硬い、みたいな。これあんまないですよ。で、井上の絵のパンチってこれなんですよ。でかいのに硬い、みたいな。 すごいでかいものがなんか当たってきてるな。で、それが、あの、びっくりするぐらい硬いな、みたいな。っていう、例えが適切なのかな。だからほんと、ちょっと大きめの卓球が、すごいスピードで、ボンってぶつかってくる感じ。なんじゃこれはっていうふうに、あの、正直なりました。最初のワンツーで。で、まあ、それは、あの、ブロックしたからもらってはないんだけど、ブロック越しにでも硬さってわかるじゃないですか。 で自分もあのディフェンスがうまい方なんで正直そのワンツー以外のパンチもそんなにクリーンヒットっていうクリーンヒットはもらえませんでしたてかでもクリーンヒットもらってたら多分もう倒れてそこでスパーリング終わってたと思うんですねでも結局4ラウンド俺やりきったんで普通に倒されることもなく、うん、ボディはちょっと効かされたけどでもまあ浅くだからね ボディもまともにもらってないから、浅くでもちょっと効いたっていう話なんだけど、俺普段ボディめっちゃ強いのにね、ボディ強いんだけど、ボディ、そのボディを、しかも浅いヒットで効かされたっていう。だけど、顔面は、効きはしなかったね。顔面効きはしなかったけど、まあ、しっかりこう、耐えて、なんとかやったんだけど、すごいその硬いっていうのと、タイミングいいんだよね。俺が、パンチ打つと、 絶対にその空いたとこを空いたところに即座にパンチが飛んでくるっていうか,だから右を打ったら右が空くでしょここに即座に飛んでくる感じ左を打ったら正面空くじゃんここに即座に飛んでくるだからあのこれが反応遅いタイプだったら普通にこう打ってこっちの自分のパンチより井上が先にボーンって当たって倒されるみたいなだけど俺勘だけはいいんで。 勘だけはいいんで、打ち始めて、やばい飛んできたと思ったら、ここに、ここにパンチが来るなと思ったら、俺、打つのやめれるんで。打とうと思って打つのやめれるんで、それで、あ、危ないなっていうタイミングが、かなりあったかな。うん。同時に合わせてくる感じ。なんか、避けてとかじゃなくて、打ったら同時に開いた瞬間、そこに、そこが狙われてるなっていう。だから、手が出せないんですよ。出さなきゃいけないんだけど、手が出せなかったね。うん。 ジャブぐらいは唯一当たったかな。ジャブは唯一当たったんだけど、まあでも、その当たったと言え、当たったとはいえ、当たってもリアクションがないんですよね。わかりますジャブ当たってんだけどリアクションがないの。だたぶん体幹が強かったりするのが影響すると思うんだけど、こう、ジャブって綺麗に入るとスコーンってこうなるでしょ。跳ね上がるじゃん。これが、 あ一発あったかなかったかちょっと覚えてないけどあんまりなかったんですよね僕のジャブは当たってんのにボンって当たった後にこに顔見るじゃないですか真顔なんですよえ俺当ててんのに当たってないみたいなそんな感じに思いましたねだからフルトもジャブ得意ですけど井上尚弥はジャブもらって顔ボーンって上がるってあんまりないんで全くないことはないけどねあんまりないんで 多分フルトンも同じ感じ、同じ感じで落ちると思うんですよね。フルトンのジャブがはい当たりました。けど、井上直也、当たってるのに無反応みたいな。うん。これ当たってるのに無反応っていうのは結構対人に多いんだけどね。対人とかはこう、特に無潤上がりの対人とか体幹めちゃくちゃ強いし、自分がもらう前提でいるから、ボーンってパンチ入れても、 あんま反応ししないいよようにしてるんですよあいつらだからダメージ溜まってアホになりやすいとは思うんだけど井上ようの場合ディフェンスうまいじゃんもらわないじゃんもらわないのに、えー、もらわないからあそのパンチを当たる前提で動いてないんだけどでもそれがいざ当たったとしても無反応っていうこれって。 これ伝わってるかな俺。口で言ってんの。これってめちゃくちゃすごいことなんでね。打たれ強さにも、自分はパンチをもらうっていう意識してる中でもらうパンチと、いや、俺はもらわないんだよねって。もら、もらう前提で動いてないボクサーがもらった時って、もらう前提で動いてないボクサーはもらうと聞いちゃうのよ。だけど、井上は、もらう前提じゃないのに、もらったとしても聞くどころか、リアクションがないっていう。 ポーンって当たり、ポーンって当たり、このリアクションがないから、当ててもポイントは取れ、かなり取りづらいと思うんだよね。だからその、体感なのか、でもわかんないもう。こんだけレベルの差があると、俺のジャブぐらいはもうわざともらってやろうと思ってたのかわかんないけど、とにかく当てても当てても、ジャブが当たったよっていうリアクションを取ってくれなかったね。うん だから、俺のジャブとフルトンのジャブとまあもちろん違うと思うし、スピードもレベルも違うと思うけど、おそらく井上がジャブで、フルトンの一番得意なジャブで、顔面跳ね上げられたりとか、そういうリアクションを取るっていうのは、あの、考えづらいですよ。あの、俺も倒されたくないから。井上が上に倒された一人になりたくないなと思って、もう途中から。あの、レベルが違うことはもう自分の頭では分かったし、パンチ力でも負けてる、スピードでも負けてるっていうのがもう分かったから、 あ、もう、じゃあ、途中からもう考えよ変わって。俺、スパーやる前は、井上直弥に、もう、あざの一つでも作ってやろうかな、ぐらいの感じで行ったんだけど、もう途中からもう、あの、井上直弥に倒されました、みたいな、ジムでも話題になるんだけど、誰々も倒されたよ。誰々も倒された誰々なんか骨折しちゃ誰々なんか、あの、目がなんか衝して、衝撃性衝撃性力内障になって引退したよとか。 そういうのめちゃくちゃ聞いてたんで、じゃあ井上長屋に倒された一人にはなりたくないの最低でもっていうのがあって、なんとかやりました。なんとかもう超集中して避けまくって。うん。4ラウンドだからできたっていうのもあるかもしれないけどね。なんとかやれて、まあ無事。 あの、まあ、次の日からちょっと頭痛かったんだけど、でもその頭痛いのも、ボンボククリーンヒットもらって頭痛いだったらわかるけど、俺結構ガード越しにもらって頭痛かったから、しかもそんなガード越しにも,もらってないのに避けるメインで言ってたから、避けんのと、えっとこう、フルトンみたいにこう距離取って、左手でこう、ジャブつきながら、距離取ってあんまりもらわないようにしたにもかかわらず、何発かブロック越しに受けたパンチによって次の日、頭痛かったね、マジで。 頭痛かった何日か頭痛かったねスパーリングでだよ試合やったらどうなるのかなって思うけどまあでもその時の話だからね今どうなんだろうね今やったらその時よりはいいスパーする自信はあるもちろん井上尚弥もあのかなり強くなってると思うけど俺もかなり強くなってるんで今やったらあん時よりは いいスパーをする自信があります。だから、大橋ジムさん、もし、フルトン対策で、スパーリング相手に困っていたら、中が麦茶空いてますよっていうのは、この動画を通して伝えたいですね。言っても、言ってももう、体重も同じボクサーだから、しかも俺の五個下とかのボクサーだから、俺もプライドあるし、スパーリングで、あのー、麦茶ボッコボコにされてたよとかいう噂も流されたくないし、 それはもう意地で頑張ると思いますよ。でもどうだろうね。何本かあげたけど、あの、井上直也が俺の誕生日祝ってくれたとか言って、俺一人二役やって、なんかそういうのをもし井上直也が冗談通じないタイプだったら、すげえ俺にムカついてる可能性あるよね。すげえ俺にムカついてて、スパーリングでもう本当に殺しにかかってくる可能性はあるよね。 麦茶と直屋がスパーリングした時に直哉が冗談通じないタイプでその過去の俺の動画とかを見ててマジで殺しにかかってくる可能性は十分あるなと思うんだけどもでも今自分がどれだけ成長したかも知りたいし確認したいし井上直屋がどれぐらい強くなってるかあの時スーパーフライだったけど今スーパーバンタムでどんなパンチになってるかっていうのも体感したいからスパーリングしたいっていう気持ちはあります。 最近はね、なんか、井上のは何人も壊してきたんで、何十人も壊してきたんで、スパーリングで。だから、最近のスパーリング相手にはかなり配慮してるみたいなね。俺がやった時はもうすごかった。ボディが効いたら、もうすげえフルスイングでボディその後打ってくるし、なんか本当にスパーリングって練習なんだけど、なんか敵むし、むき出しでくるというか、ほんとガッチガチのスパーリングだったんだよね。 だからあの時ってもう本当にもうみんな倒されたり壊されたりっていうのがあったんだけど、今そんな感じじゃない気もするね。今なんかすごい自分の中でディフェンスの練習したりだとかタイミングの練習したりだとか、そんな感じに感じる。井上直也、100の井上直也はスパーリングで出してない感じはしますね。特に日本人相手だと。同じジム同士のスパーリングとかあったらもうほぼ、 ほぼ力出さないんじゃないですか。2、3割でやるんじゃないですかね、井上名前は。6割、7割、8割でやると相手壊れちゃうんで。ただなんか、俺とやった時は、ほ俺とやる時は本当と、銃で来そうな感じはするね。当時も銃で来たんだけどね。でも当時は、誰とやっても10だったから。もうに、情け無用みたいな感じだったから。でもそれって本当に、 危険なことで、いろんな選手が引退に、引退に追い込まれただから普段、今まで打たれ強かったけど、井上直也とスパーして倒されてから、試合でも打たれ弱くなって、試合でもコロコロ倒されるようにはなって引退した選手とかもいるし、どうっすかね。フルトン、フルトンに似てるタイプって日本人少ないから、そもそも。だから俺が選ばれる可能性は、十分にあるんじゃないかなって。 はは実かはかに、ね、思っっててるねって感じかなまあ、ちょっと、こんな感じで、あのー、笑うと思う。まあまあ、コメント欄で、じゃあ、その、他なんかこういうどうやったって質問には、じゃあ、あのー、答えます。答え、答えようと思ったものには答えようと思います。あと、えー、最後に、あの、井上直也に、えー、対戦要求してみたっていう動画だけは、あの、お願いだから見ないでください。あれは、絶対、 絶対に見ないでください。はい。ということで、えー、動画、最後までご視聴ありがとうございました。パー